ああ、やっと帰れんなー、ほんまに。お前も笑顔で接待お疲れさんやったな。疲れたやろ。ちょっと酔いさましにさ、この大通りでも歩かへんうん、そうしようか。いやー、でもさ、夜の公園なんか歩くの久しぶりやわ。でしょ。うん。なあ、あのさ、お前って今、 調子どうなん気分とか大丈夫なんかえああいやだってこの前お前彼氏に振られたって言うてたやろうんもう話すこともないしさそろそろ振られた理由でも聞かせてやんえいやそりゃ知りたいよ上司としても男としてもそんな話興味あるに決まってるやんだってお前みたいな魅力的な女の子がやで どうして彼氏に振られたんかって、正直下世話な話やけど気になるやん。うん。えー、なん <laughs> そんなさ、いきなり照れることじゃないやろもう、そんなんされたらこっちも調子狂うやんか。あ、てかベンチあるやん。ちょうどええからあそこに座ろっか。ほら、ここ座り。よいしょ。うん。じゃあほら、話聞かせてやん。うん。 うああなるほどなうーんまあ言うちゃ悪いけど聞けば聞くほどその男と別れて正解ちゃうだって別れの理由がお前が出張続きで忙しいからってさ正直アホちゃうかって思ってさうーんだってそういう時こそ理解して支えてあげんのが彼氏っていうもんやろ一生出張なんて続くわけでもないのにさ ちょ、泣くなって。えああ、泣いてへんって。まあ、そうな。まあ、それやったらええけどさ。えなあ、まあなあ。確かに俺にも責任があんのかもしれんけど。だって、俺の出張に同行させてんのって、お前が一番多かったもんな。そのせいで彼氏と会う時間が減ったのは確かに悪かったって。でも、聞いてや。 俺がお前を連れてってたのは、俺がお前の将来に期待してるからやぞ。お前資格取りたいって言うてたやろ勉強しながらでもちゃんと業務こなして、嫌な顔せずにいつも前向きに仕事に取り組んでんの。ちゃんと俺は見てんねんぞ。うん、よういつも頑張っとるやん。うん。まあ時々やらかすけどな。<laughs> まあでもそれでもやめたいとか言わんと。 ミスに向き合ってて次のこととちゃんと考えてるやろだから俺としてはなお前にもっと経験積ませてあげたいなって思ってなだからお前にプラスになりそうな出張はどんどん同行させててんでうんなあおいポカンとしてるけどお前俺の言いたいことちゃんと分かってんのかうん要するに俺はお前のことを気にかけてるって言うてんねんでうん まあお前にとっては口うるさい上司なんやろうけどさ、俺はお前が可愛いねんぞ。不器用ながらにいっつも笑顔で頑張ってるお前の力になりたいって思ってんねやからな。うん。まあだからな。だから、まあそんな風に目に涙溜めてさ、俺のこと責めんとってや。えだって感情が抑えきれなくなってまうからさ。 ん何のことか分からんのうーんじゃあさっきお前が振られたのは俺の責任ってお前言うたやんなうんじゃあ文字通り俺が責任取ったるわああこれはもちろん上司としてじゃなくて一人の男としてな <laughs> 意味分かってるこれ。 俺がお前を責任持って幸せにしてあげるって言うてんねんで。さすがにこう言うたらわかるかうん。で、どうなお前は今でも俺より元カレの方がええんかんいや、もちろん俺やんな。いや、だってさ、なんといっても俺は社内で結婚したい上司ナンバーワンやからな。お前にとっても憧れの上司やろははは。<laughs> 冗談に決まっとるやろそんなランキングあるわけないやんかもうそんな目でみんなってはあーまあそんなことはええわよしじゃあこっちにおいで俺の顔ちゃんと見て俺にとってお前ってずーっと特別やってんで部下としてももちろん女の子としてもな まあだからさお前が彼氏と別れたって聞いたとき正直チャンスやって思ってんでもう誰かに取られる前に早く俺のものにしたかってうんこんなずるい大人って嫌いかなまあでも俺のことを利用したらええで元彼を忘れるためでもええし 仕事でスキルアップするためにもなうんまあさでも大丈夫やでお前絶対俺のこと好きになるからいやてかむしろ本当はさ今ももうかなり好きやろ <laughs> やっぱそう <laughs> うんじゃあこれからは仕事でもさプライベートでも俺がお前のことちゃんと支えてあげるからな お前は安心して俺の隣で頑張ってればええからな。よしよし大丈夫やからな。